変な。わかった。油断しててこう、さ、ぼっとしてて、次。そうでしょ。あ、絶対こう、もう、ミキちゃんはなんか、もう、はおらへんからみたいな顔しちゃったね。ミキちゃんも、しかも、二回り振ったら、ちゃんとやらはったんで、さすが。でした。すごいですね。ああいうのやめてね。最後、すがっちで落とそうかなもんだけど、もう、これさすがにやったし、怒られるかなと。スイートソウルでマスカットケチャ、めっちゃ曲いきましたけど、絶対嫌や。いや、まあそのメンバーはそのもう別にそんなに背負わんでいいと思うんですよ。まあ母ちゃんがやっぱりいろいろ仕切ってやっていける方向、たーちゃんのためになると思うんですよ。別にみんなが巻き込まれる。そう拒否権は、まあ、こうやるじゃないですか。こういう時にやってもらったら全員全員もうちょっとストーミー言うときます。それでも面白いな、振ってるのに。そのだけもかっちゃんがやるんだよ。いや、かっちゃんはもう振っても何でもできるから、できるだけみたいな、断る、そうです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 。もうそれも、まあ一つの断っても、多分私も日本出しでずっと見てるんだ。結局断れない。俺、いろんなこと断ったことないですべてやってる。断れたことがないですね、かっちゃんの要望。そんなに出してないですよ。全然出してないですよ。それ取ってとか。いや、それカズビール取って仕事だったことないですから。あるわ。いや、でもビールは取ってくれるんですよ。ビールは取ってくれるんですよ。すごい、うん、すっごい取ってる。でも自分の方が近いやんっていうやつ取って。あんた待ってる。いやまた第2章待ってんの。待ってます。待ってない。もう楽しいっすね。やばいっすね。ほんまに今日やばい。多分ビヨンドクのテンションはおかしいからね。自分で歌ったもん。徹夜のテンションやんって。ああ、そうなんや。だからナチュラルファイみたいに。そうやな。うん。もう帰ったら、もう夜でしょ、ね、寝たら。昨日、うん、2時か3時ぐらい寝たんかな。一緒です。いやけど、その時間にまだクラブにいますとか言って、なんか写真あげたかったし、すごい起きてはんのかなとか、しかも大阪やったし、あ、大阪やったんや。始発でこっち来てマクドで寝るみたいなこと。半休で。すがちなんか昨日絶対8時半やわ。8時半。さすがにそんな早くはねえ。かっちゃん大体5時半にはねえもんな。そうやな。マジで、はい、ほんまこれマジですよ。5時半に寝て3時に起きてる。相川翔みたいな。相川翔。やって今日全然何もやってくれへんやん、振りに対して。なんでやねん。カブトムシとかやってやる。無理やれ。そんなんどんまでえへんって。何でもやれ。何でも言うたもん勝ちや。インフリやった。そうそう、ゆきちゃんの。こんなスタイリングってこんな感じでやっていく。こんな感じやろ。マジか。ずっとこんな感じやったよ。私毎回はこれできへんで。今日だってもうみんなにやったら嬉しさでおかしになってるけど、大して嬉しくなくなる。あれね、すぐにこう慣れてしまうんで、2回は多分普通に「あ、おはようすが」って。普通な感じで。2年ぶりだから。2年も持てないな。そんな感覚ないでしょ。ね、でもなんか撮影頼んだ時に、うん、かっちゃんとかに合ってるとかって聞いたら全然合ってないとか言ってた。そうそう、ほんまに合ってない。 LINE もしてない。冷た。いやでもね、スガッチはちょうど1年休もうってあれやったやろ。でまあその時に俺もまあ独立ですからね。だから音楽活動、まあまあ YouTube とか結構上がってますけどね。あの6ってあれだけですかね。はい、1個です。うん、とてもやできる状態じゃない。マーケル・ムーアみたいな。そこない。あれない。あかんわ今日。振りが悪い。金や
がそっちに向いてて、俺こっちでマイケル・モアをせなかった。マイケル・モアじゃねえわ。そっちか。そっちや。そっちや。ちょっとお前なんかな、要望がちょっと強いわ。そうやな。そんなもん無理や。ちょっと逆に紐出しながらちょっと。ミチとコンちゃんこれ見て休んでよかった限界が休んでよかったそれはもう先輩すぎわ気づかんでよ。あのプリンスのやつ難しいね。あれってできんの？あれいいんじゃないですかね。うん、あれ多分難しいですけど、結局でも簡単なのやる。大好きなやつやったもん。めちゃくちゃ早いな。あ、そうですか。トレーニングフレーズとかありすぎる。そうなんや。なんかあれかな。チャラララチャラララ。そうそうそう。五回ぐらいは聞いた。スガッチも多分あれ難しいと思うけど。スガッチあれ大変やと思う。構成。え、そうなんか、まだ何も聞いてない。やばいね。やばいね。そんなの、ただそのキーだけ理解したら。多分 D なんや、確か D やったと思うけど、それさえ理解しとったらそこでまあまあまあずっと引っ張ってたら、あ、うん、なんかスラップとかやってるか、いや、そんなんじゃない、うん、なんかとりあえず構成がややこしいね。こうなってこうなって、うんうんうん、こうなって、なんか何回何回ですよ。そんでなんか途中でちょっとなんかスタンダードジャズとか入ってんね、入ってんの、入ってますね。でもまあそこまで確実忠実に再現するかどうかはちょっと、うん、考えてるんですけど、途中まで行ってで、まあプリンスの曲、あ、もうちょっとしか聞いてなくて、もう全然もう道の世界すぎてだから5分ぐらいまでだいたいその、使ってあの展開を、あ、半分ぐらいまで、でそっからまあそのだからね、マイナーとメジャーがあって、あれ基本的にはメジャーなんで、だからもう全部掘り込めるんですよ、まあ、今までやってた、まあ、テレレレレンっていうあれ なんでした、テレレレレンテレレレレン、なんだ、いや、わかんないです、テレレレレンってなんですか、ああ、ピックアップザピース、あ、そうです、ピーセスとか全部一緒なんで、応用聞くものを取り入れたらいいなって。あ、面白かった。適当にやろう、全部適当にやろう。そうやな、あれ衣装は白なのあれきつくないですか私もう今やあれ足出せないね、もう今やどこに言ってんのなんか着るんじゃない、全身タイツを買って、そうそうそう、半分だけこうピッてやってしかも白やしね。あのプリンスのあの見た？プリンス？プリンス今度2月にやるって。あ、2月にやるんや。え、プリンスか。こっち側からこっち側から覗き込まったら見えます。え？いや、反対からそう。いらんて必死に、なんかそこはなんかなんで映っときたくないの今の美貌を残しておくっていう、そう、私の美貌は永遠やからっていう意味、あ、なるほど、残すのもええって、言いそう言いそうしんどいしんどい、これ、え、今のごめんなさい、僕のせいですかね、じゃあ、ビヨンド君何がおかしいじゃん、あの人は元気ですわ、あの人は元気です、全然もうあかんで、いやー、覚えたらもうほんまがずっとですわいや、でも母さんも元気あってお聞きしてますけどねいやー、そんな元気やわ、永遠の美貌なんですか、知らんって否定すぎてんねやろ、知らんなんや、周りは言うてるけどみたいなちょっと勝手
手に言わんといてくれる。すごい、もう周り使ってるスタイルな。多少、多少いいのに。もう若者チームが疲れてるから、うん、若者チームは仲間のチームが一番疲れてるやん。若者チーム何なんですかね。なんであんた座寄ろうとしたい。仲間のチーム何寄ろうとしたい。座いくつ。32です。32だった。信じられへんから26ぐらいかも。20代そうそう上位ですよ、うん、そうそう10個違うって言ってた座っちと、うん、前そういう話してたよな。そうやった。そうやそうや今年3やな。だからそうです。ビヨンド君が10代のイメージやわ。ずっとなんか19の時に会ったのよ。そうやな。だから僕10年ぐらい付き合っててその間1回も多分彼女できたって話してないっていう。まだ初めてできたんや。はい、だからこの10年で初で初や。だからゾウさんもなんか「えお前が?」みたいな目のコメントくれて「いやそんないと思ってた」なんであるわな。そんなら彼氏紹介される表はたぶんそれすがってちゃうからマジっすか。実はそっちちゃうやろな。マジっすかマジっすか。だってすがってまだ作る気ないんやろ。作る気ないの。いやもうできないっすよ多分。いやなんかマジでマジでそんなこと言ってんのまだ。え、鶴さんに教えてもらったやと思う。いろいろしたいやいやいや勝手にそう言って教えてください教えてください。申し込んだ口なんで看護師だよ。お願いします。認可認可ダーンって認可受けたんで竹筒に時期相乗ました。え、不安はまだハマってるの。ハマってますよ。マジでそれは続いてるんや。それ続いてますよ。すごいな。え、もしカメラカメラこれは職業一応やってます。職業になってんの。職業カメラ。あ、カメラマンなんだ。カメラ師匠です。動くカメラ、あのテレビのカメラとか。あ、あの写真の方。あ、写真の方、はい、動くカメラ。動くカメラテレビのテレビのカメラマン、テレビのね、テレビの照明さんとか音じゃないですか。静かで怖いな。踏んでんだよ。ああ、そうやね。また雰囲気だね。あの怖いらしいですからね。そうですね。見せてるのか。一番注目は見ましたね。何不在にある。写真見てくれてます。もしソロだけだったら真ん中で見てもらって。あらら東京とかちょっとそれ見てやってもらって東京ドームで我が城ですって。そうそう、私あんたもブルースかっこいいと思うんですよ。ブルース漫画な大概ソロなんかキャンドルしてます。写真とかアルバムとかとしてあれでもインスタグラムのこれで撮ったやつとか上げて東京でもハイハイ話はすごい。この間見えるで熊本城ハイコンビの話は年末に何時まで熊本城え2時までまだまだありましたね。やりきったやりきったやりきましたね。めっちゃね、なんか外部にいやでっかいぞみたいな見ての前ってあの、スイートソウルがビヨンとか先生吹いてくれって僕なら怖い。そうそうそう、それちょっと私は違うなと思って。小川さんも今後そういうのも出るんちゃいます。スイートソウルやる。いや、いや、もっと短くするよ、本番。いや、あ、そうそう、ライブでただ尺が決まってないってことに慣れてほしい。ちょっと微妙に繰り出そうとしてる人たち、インディーで、あいたちってもちろんその壁とかもあんまり長くね、強度とかで突っ込んでくる余裕がないとかいうときに、そいつら狙い目としたら、いや若干安いかもしれない。今言うといた方がいけるかもしれない。いや別にほんまにないな。ありそうだパワーで。いや、ほんまにない。そうそう、言ってもらった方がいい。ほんまにない。マジで言ってもらった方がいい。勝利宣言をしたから。そんなのスイートソウルがって言ったから。
あ、そうそう、だからスイートソウルのだからターちゃんのその入りが、あ、そうやね、ワン、ツー、スリー、ソウルドラッグだけやったら多分紛らわしいよ、いろいろ言いたいし、そう、俺が結構その展開持っていくところを俺は間違って、あ、そういうのを一応経歴書いてああいうふうに叫ぶことやっぱりなんかどっかもう一回やってみて、そういう学校で出ないと、そんな感じなんですか、ね、もう行くよ、ワン、ツー、スリー、ソウルドラッグって言うわ、うん、今年齢後ろまで行きますぜぐらい、この年齢して経験が浅いでかいよ、今日その前はそれ言い出したら結構大きいですよ、ね、だけどね、それで多分そうです、一旦静かになって、かになって、でもあれ決まってくると面白いなんですよ、21とか2とかのやつで、そうそうそう、どんな展開なさってるのか面白い、そうそう、その時に聞いちゃう、あらららら、行くのか、行ってください、ぜひ、今、社会経験もあるぐらい見てみたない、ミキちゃん絶対いつもここで服貼るから本番、真ん中にこうスポット当ててもらう、今日もここで座るわ、そう、あ、そうだ、こうやって、こうやってあげましょうか、机よりにこう、私こうミキちゃんの肩持って、そうだ、まあ、明情明星知らんやろ、スガッチも知らん、平凡と明星知らんやろ、知ってる、明星は知ってます、なんかあのアイドルの、アイドル、はい、知ってます、アックでしょ、アックでしょ、平凡と明星、光源氏の、そうそうそう、え、ジャニーズですか、全然、いや、いろいろ、いろいろどっかあるけど、いろんな、知らんやろ、知らんやろ、雑誌やるよ、やるよ、練習の、いや、まだでもやるよ、まだめっちゃ時間あんで、あ、そうか、3時間か、そうやで、あ、じゃあ、ないないない、1時まで、うん、あ、そうなんや、ないって、あ、そうなん、あ、あそっか、1時までか、10時からやもん、あ、そっか、はーい、はーい、
静かな感じなんやみたいな時もある、うん、知ってますよそこでそんなスタディスティックに行くんやみたいな時あられちょっとさん、もう慣れてくださいもう本当に頭を下げるしかすがとかよく分かってくれてはるんで何年ぶりのこれこれはどうやったはずの、まあ、あギターか僕ですね、はい、かよさん大丈夫ひょっとーなってるやんひょっと私別にみたいな赤のとこカメラ抜いてもうたみたいなすごいよ、笑ってる俺もなんでこんなこと言うたんやろこんなん言わへんかったなマンモスをかよにしようやこのバンドな優しい子優しい子だったねあ、かんちゃんか優しい子だったいや、ちゃん、なんやろなんで俺こんなこと言うたんやろカヨさん、カヨさん大丈夫何でやろ成長した、成長したいやいや、いらんくだりやもなんか大丈夫の時も大丈夫じゃなかった時もなんか優しくなったそう、まっとうやってるの興味ないいや優しい、優しいおはよう、おはようおはようおはようかよさん、大丈夫どうなってますはい Thank you.
シャープ一緒です。ここからだったったらのとこからはもうエンディングまでは一緒。一緒っていうことは、すみません、今のってだから今の31章ぐらい戻ってからどれぐらいだよな。水素ドラウィーストンソングリーチャラチャチャチャラチャチャラチャ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 ラチャチャラチャチャチャラチャチャチャラ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 チャチャチャラチャチャラチャチャラパンパンパン。これ32もある。これ4小節って。戻ってからはそれ、うん、ちゃっちゃらしか説明してあげてるんだけど。めっちゃ分かりやすい。小説一番分かりやすい。小説分かんないです、数え方が。ちょっとスガッチ機材トラブル。ああ、今なったなった。わざわざってちょっと僕休もうって。一回スイート休もうって。あ、弦切れた。終わったら絶好調ですね。ちょっと壊れる。ちょっと